はい、どうもロキョです。ということで突然だったんですけれども、今流れたオープニング見ていただけましたでしょうかね。今回大事なお知らせということでこの動画を撮らせていただいてるんですけれども、これまで緑ずきんピロさんと、あと富士くん、そして私の3人で撮ってた動画があったかと思うんですけれども、今回この3人で、投稿する公式チャンネルができました。イエーイこれまでね、3人で作ってた動画、ヒューマンフォールフラットとか、あとはフォートナイト、ファーミングシミュレーター、フォールガイズ、桃鉄とかですね、あったかと思うんですけれども、この動画がね、これまで個人のね、チャンネルで上がっていたかと思うんですけれども、これからはこの公式チャンネルのみで、この動画がね、上がることになりますので、そのお知らせを今回ね、したいと思ってこの動画を作りました。ね。皆さんね、一体何事かとね、思った方もいらっしゃるかと思うんですけどもね。で、チャンネルの名前が、先ほどのオープニングも出てたかと思うんですけれども、PHR 九州門ゲーム放送局というね、タイトル、名前になっておりますね。確かファーミングシミュレーターとか、あとは桃鉄とかのタイトルにもね、なってるかと思うんですけれども、一応ね、自分たち3人は九州の田舎出身ということで、まあお一人田舎じゃないよってね、言ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあそういったちょっと共通点もありますので、そういったところをね、ちょっとモチーフにして、で、あとはね、PHR ということで、ピーロさん、富士くん、そしてロキョの R 合わせて、PHR ということで、やらせていただこうかと思います。のでぜひねよろしくお願いいたします。で、このお知らせ動画が上がる頃にはまだきっとチャンネルにはこれまでの動画がまとめられた再生リストしか多分ないかと思うんですけれども、一応予定では1月29日から新しい動画をね、そちらのチャンネルで投稿する予定でございます。これまでやっていた動画シリーズの続き、まあヒューマンフォールフラットとかフォートナイトとかいろいろやってたと思うんですけども、そちらのね続きのシリーズやっていく予定でございます。で、それに加えてなんとね、新作の動画も随時アップ予定ですので、ぜひこれまで3人のね動画をもし見てくださってる方々がいらっしゃるのであれば、ぜひそちらの方のねチャンネルの方でも見て引き続き見ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、先ほどもお伝えしたんですけれども、今後そのね3人の動画を見れるのはこのチャンネルのみになるかと思いますので、ぜひ応援していただける方がいましたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思いますね。で、このチャンネルの解説と同時に3人のねツイッターも始まっています。で、動画アップのお知らせとかはそっちの方でも行っていこうかと思っておりますので、よろしければそちらの方もねフォローしていただいてチェックしてもらえれば嬉しいです。で、ちょっとね長々と話してしまいましたが、お知らせは以上になります。新しいことだらけでちょっとね、自分たちもちょっと手探りな部分がねたくさんあるかと思うんですけれども、ぜひね楽しい動画を作っていこうかと考えておりますので、ぜひ、PHR 九州門ゲーム放送局をよろしくお願いいたします。お知らせは以上になります。で、1月29日にね、また新しい動画上がりますので、噛んでない。上がりますので、またね、29日に皆さんお会いしましょう。ということで、お知らせは以上です。ありがとうございました。